エドワード・アレクサンダー・リーパー・ダンロップは、イギリスの競争馬の調教師。通称、エド。父は調教師のジョン・ダンロップ。ニッキー・ヘンダーソン9社の調教助手を3年間、務めた後、アレックス・スコット9社の調教助手となる。1994年、スコットが元従業員に射殺されたため、エドワードは、マクトゥーム、ビン・ラーシュド、アール・マクトゥームのバックアップを受けて、 旧社を引き継ぎ、開業した。1996年5月12日に、ターリブでプールデッセでプーリッシュを勝ち、G1 発制覇。9月7日、イクタマルでスプリントカップを勝ち、イギリス G1 発制覇。2004年、ウィジャボードがブリーダーズカップフィリーメアターフなど G1 を参照。同馬はカルティエ少年度代表馬。 最優秀3歳品馬、エクリプス賞最優秀芝品馬に選ばれた。2005年11月27日のジャパンカップにウィジャボードが出走。管理場の日本初出走を果たす。レースは日本レコードの2分22秒1というタイムで決着し、ウィジャボードは勝ったアルカセットから0.3秒差の5着に敗れた。実装。 12月11日の香港バーズには勝利し、香港 G1 初制覇を果たした。これが7カ国目の G1 制覇である。2006年、ウィジャボードが、再び、ブリーダーズカップフィリーメアターフなど、G1.3 勝を挙げ、カルティエ賞年度代表馬、最優秀コバヒンバ、エクリプス賞最優秀芝ヒンバに選ばれた。2010年、 11月14日にスノーフェアリーでエリザベス女王杯を優勝。日本での初勝利とともに八カ国目の G1 制覇を果たしたが、その後権量を、調教助手が馬装具の一部を外していっていたことが発覚し、11月17日に日本中央競馬会より厳重注意処分を受けた。2011年11月13日にスノーフェアリーで、 エリザベス女王杯を連覇。一等の外国馬が日本の h GI を2勝したのは、これが初めてのことである。2012年8月19日にスノーフェアリーでジャンロマネ賞を優勝。しかしその後の薬物検査で禁止薬物が検出されたため、スノーフェアリーは失格となった。ウィジャボードをはじめ活躍馬に頻馬が多く、 頻バクラシックでは4投で6勝を上げているのに対し、ボバクラシックではまだ1勝もしていない。ありがとうございます。